より良い沖縄を次の世代へ、共に手を取り明日へ、つなごう沖縄プラス。この日、南部商業高校で行われたのは SDGs をテーマにしたカードゲーム。3人で1つの企業という設定です。流通ビジネス科の3年生30人が10個の企業に分かれ、地域の未来を作っていきます。その2030年度までに皆さんが今できることだったり、何をしたらいいのかっていうのを、このゲームを通じてヒントをつかむ、これが本日のテーマとなります。チームはお金と時間を使ってプロジェクトを達成していき、その報酬を得ます。プロジェクトを達成するにはいくつか条件が設けられています。まずはお金と時間、そして後に生徒たちを悩ませる地域の状況メーターです。それぞれが地域のことを考えずに自分たちの利益だけを追求すると、地域メーターのバランスが崩れ、生きにくい社会になってしまいます。メーターが足りないから、メーターを上げるためにどうしたらいいかってところ、生徒たちは自分の行動が地域につながっていることを肌で感じます。親しみやすいカードゲームという道具を使い体感する取り組みは、 SDGs の目標へとつながっています。バランス、経済と環境と社会をなんか一定に保つことが難しいなと思って、自分がどうすればいいのかとか今日知ることができたので良かったです。ちょっとずつ自分ができることを探してやっていきたいなと思います。